主要カテゴリー技術、社会、歴史交通テーマ誌、技術史、交通史各国の交通史日本の交通史街道、宇宙街道起点となる、氷追い分け。左が、宇宙街道、手前と右が、欧州街道追い分け標中宇宙街道は、江戸時代に整備された脇王館の一つである。欧州街道から、道の区国の氷塾で分かれ、 小坂峠や大宇山脈の金山峠を越えて、出羽国に入る。ここから、出羽国を縦断し、八立峠を越えて再び、道の区国に入って、油川宿で、欧州街道に合流する。現在の国道113号、国道13号、国道7号などに相当する。途中、6号宿から綴り子宿にかけて、久保田を経由する。 下街道と角野だって、兄を経由する上街道に分岐しており、下街道がより重要とされていた。出羽国の十一藩、道の区国の二藩が、参勤交代の際に、宇州街道を通行した。出羽各藩のうち米沢藩だけは、宇州街道を通行せず、板谷街道を利用した。広崎藩は、江戸時代初め頃、野城から、津軽西海岸。 アヶ沢を経由する道筋を通っていたが、四代藩主、津軽信政の頃からは、八立峠を経由する道を使うようになった。他の多くの街道と同様、江戸時代には統一された名称はなく、地域や進行方向によって、小坂通り、西条道、秋田道、下筋街道、碇ヶ関街道など様々な呼び方をされていた。また、 久保田藩主の佐竹氏が特に整備に注力したことから、佐竹道と称した地域もあった。他の故障としては、現在の宮城県内の区間が、山中通称佐古市、山中七家宿街道、七家宿街道と呼ばれた。福島藩から小坂峠を越えて、仙台藩に入ると、最初にある宿場町、城戸沢宿のあたりは、仙台平と呼ばれ、現在は、 白石市をバラーザ仙台大らとして地名が残る。1881年、万世王子の開通により、宇宙街道の内上の山までの区間は立子山、水道経由の経路に変更され、起点も、氷ではなく、福島になった。その他各所も順次改修され、1885年に、当時の国道39号、国道40号、 国道41号に指定された、元宿58駅。宿場の名が、地名に残っている場合、市町村名以下も記載する。上海道院内関屋と利は、江戸を起点とした値。名称は、秋田県内においては、秋田、宇宙街道の一里塚での表記を原則とし、他の表記を別名として記す。半世紀の宇宙街道を描いた江戸後期の、秋田街道絵巻には、 松並木の風景が描かれている。秋田市八橋大道東の黒松、油田の一本松もその一本とされ、1984年に秋田市から保存樹に指定されていた。しかし、油田の一本松は2017年に葉の変色が確認され、2020年7月に枯死しているとの診断を受けて、同年9月に保存樹の指定が解除された。 2021年8月21日に、油田の一本松は伐採された。宇宙街道の奈良下宿及び、金山越は、1997年9月11日、国の史跡に指定されている。米沢藩は、宇宙街道を使わず、ほぼ現在の大宇本線に沿いた野峠を越えて、福島市に出る経路をとっていた。この経路は、米沢街道と呼ばれ、 米沢から江戸に至るにはより近道であるが、宇宙街道を使用しなかった理由を、仙台藩との折り合いの悪さに求める説もある。享保16年の地震で、大原の材木岩が崩落した際、出和各藩は一時期欧州街道の宮宿から分岐し、笹谷峠を越え、山形宿に至る経路を利用したことがある。ありがとうございます。